はい、おぼちゃんです。おはようございます。息が白いですね、まだね。さあ今日はね、リクエストがあった、このストリートの内装を見せてくれってことで、こんなね古い車ですけど、軽くね紹介していきたいと思います。フルタイムじゃないですね、リアルタイム 4WD ですね、この時代のホンダは。でまず運転席からですね、ABC が、こういう風に並んでます。まあ、そこまで掃除はしてないんでね、そこまで綺麗ではございませんけど、はい。まあ樹脂のねパネルですけど、自分はねこのね、ダッシュボードのね、フラットさがすごい気に入ってね、メーターも今の車ってなんかこういう感じじゃないですかね。これすごいもう前方視界良くてね、いつもね動画見てる方はわかるんですけど、まあでもカメラ広角だから分かりにくいか、今の車にね比べるとね非常に見やすいんですね。窓がね、スクリーンが立ってるっていうのもあるんですし、まあ、ピラーも細いんでね、視界はいいです。まあぶつかった時は知りません。はい。でまあね、ちょっと汚いなすいませんね、5速マニュアルですね。パターンはこんな感じ、1,2,3,4,5。でもまあ基本的にこれは軽貨物の部類なんで、1速はまず使えませんね。2速発進となります。はい。もともとこれね JVC のやつが、ついてました。これで十分です。でスピーカーもね、まあ、多分薄いのが2箇所かな、ここ2箇所なんだけど、意外とね音悪くないんだよね。薄っぺらい昔の AM っぽい音じゃなくてね、まあ、しっかり音はちゃんとしてる。はい。でエアコンもちゃんとね効きます。これはね未だに、しっかり効きますね。はい。シンプルなねもやつですね。これからもリアウィンドウ のヒーターですね、熱線のあれですね。でこれリアの送風というか、リアの送風っていうのもあれだな、リアのヒーター、あの下にね、ヒーター温風が出るとこあるんですよ。まあ温風が出るって言っても当然ね、エンジン温まらないと温風は出ませんのでね、まあリアに座る人、まあうちはあまりいませんけど、あまりっていうか、まあ、過去に4人ぐらいしか運んでませんけど、はい。まあ使う、真冬はね使うこともありますが、温まるまでに時間かかります。でこれリアのねゲートですね、ロックね、アンロックですね。一応まあ ETC つけてます。はい。まあね、そんな大して紹介することもねございませんけど、まあ、滑り止めですね。はい。未だにねこれですね、ぐるぐるハンドル、こちらです。まあね、ミラーも特にこれといってあれですし、まあ、椅子もね、いわゆるそのアクティバンは商用ベースなんだけど、これはその、なんだろう、民間用っていうかさ、一般用に作られたやつなんで、シートはね、一応このファブリックな感じのシートが入ってます。まあ、ホールド性はね、そんなにいいとは言えませんけど、まあ、それでもね、貨物用は確かこの辺がね、ビニールのやつなんで、まあね、見た目はいいかな。で後で開けますけどね、一応これダブルサンルーフ仕様ですね。はい、そんな感じになってますね。で、リアはね、よいしょ。これいつもね、車載で喋るようにマイクがついてますけど、気にしないでください、これね。リアこんな感じですね。はい。で、座るとね、意外と快適なんですね。後ろはね、やっぱ天井も高いですからね。すごい快適ですね。で、ダブルサンルーフ。まあ、後で開けますけど。なんでね、とても気持ちがいいですね。私は身長180ありますけど、まあ、普通に楽に座って、まあ、ちょうどかな。ちょうどですね。リアのシートは後ろには、倒れません。ね。これはもう固定です。角度固定ですね。こっちはね、シートを変えられますんで、もっとね、前に行ってもらうことも、ね、できます。はい。うん、まあそんな感じかな。ね、こうジャッキとかね、入ってて、反対側は、ウォッシャー液とかね、あの辺が入ってますね。
はい、そんな感じです。はい、ここからね、ちょっとアテレコになります。すいません。リアのねシートまあこちらを、どんな感じになっていくか、まあ、フルフラットの仕方とかね、あの辺を、まあちょっとこちら後付け音声ですいませんけど入れていきたいと思います。まあ、左右のね、スライドドア開きまして、ウォークスルーって感じに、以上になります。あとはですね、あの転倒防止用のあのストラップが、ラーバーゴムのねやつがついてるんですけど、まあ、それを外して、収納と、これをまあ左右やるとですね、まあフルフラットですね。まあ、フルフラットっていうそのリアの概念は多分、まあ、私さっくり調べたところ、まあ、このシリーズが最初だったんじゃないかという記憶がございます。まあ、あとは中の広さですね。私身長、まあ、180、ございますが、まあちょうどですね、天井もねこれ高いんで、まあ、現代の軽バンよりもちょっと高いかな。なのでね、駐車場とかに置いても意外と見つけやすくですね、重宝してます。まあ、その分ね、横風食らうと、まあ、走行中結構煽られますので、注意が必要です。まあ、あとはこのお気に入りのね、ダブルサンルーフ。まあ、夏はね、真夏にやると暑い。直射日光でね、暑くなっちゃうんだけど、それでもね、このダブルサンルーフはやっぱりリアに乗った人がね、いいっていう感じですね。で、まあ今ではね、その安全面でもうない機能なんですけど、まあ後ろに座った、方ね、そのまあリアのウィンドウをね、リアのサイドウィンドウをまあ開けますと、まあくるくる回して開けてますけど、やっぱ安全面でね、子供が落ちちゃいけないとかいう観念から、まああそこで止まるんですけど、下にね、解除ボタンがありまして、それを押してやるとね、もうこういう風に、なんかこう、今じゃあね、多分こういうのやっちゃうと危ないんだけど、こういう機能もございます。はい、そんなことで、ストリート、ホンダのストリート紹介しました。